こんにちは、ミントのまいです。年内最後のウィークリーミントレポート、トレカを全く知らない私が動画を通じてお勉強させていただいてます。2024年はもっとお勉強してたくさんお伝えできたらいいなと思っているので、来年もぜひよろしくお願いします。どうも、ミントラボ東京のエビスです。来年もどんどんグループブレイクやお客様と共にカードの楽しさを伝えていきたいと思います。今年欲しいカードが手に入った皆さんも、まだまだ模索中の皆さんも、来年もバシバシカードコレクションを楽しんでいきましょう。それでは早速今週のウィークリーミントレポート。毎週全店舗で最も売れたトレカ商品を5位までのランキング形式でご紹介、ミント店の売上ランキング。第3位、NBA202223 パニーニ 1&1 バスケットボールホビー。パニーニ社の 1&1 バスケットボールが今週もランクイン。ボックスから2枚のカードがそれぞれケースに入った状態で手に入る高級版商品です。続いて第2位は、ディズニー創立100周年2023エポックプレミアエディションコレクションカード。ディズニー100周年を記念したエポックのカードが超人気。マット加工が施された通常版のベースカードとクリスマスをテーマにしたベースカードが封入。他にもポストカードの形のカードやエポックのお箱のジェムが手に入ります。こちらのディズニーのジェムカードがマジでかっこよくておすすめです。そして先週最も売れた商品はこちら、第1位、エポック2023サッカー日本代表オフィシャルトレーディングカードスペシャルエディション。サッカー日本代表のカードが集まるのが恒例の日本代表スペシャルエディション。男子女子ともに日本代表メンバーが勢ぞろいし、狙いのサインカードも通常版とスペシャル版が封入。サインカードだけではなく、ジャージカードやジャージとサインのコンボカードも出てきます。3位まではこの3つの商品でした。4位は MLB2023 トップスボーマンドラフトベースボールスーパージャンボ。 MLB の2023年のドラフト選手たちがいち早くカード化。スーパージャンボ版からはサインカードが5枚出てきます。また超ショートプリントとしてトム・ブレイディのあったかもしれない1995年ボーマンカードも出てくるかも。5位はエポック2023読売ジャイアンツスター&レジェンズ with メモラビリアベースボールカード。読売ジャイアンツをフィーチャーしたスター&レジェンズが今週もランクイン。そろそろ皆さんも野球が恋しくなってきたのではないでしょうか。以上が先週売れた商品トップ5でした。まだ店頭に並んでいる商品もございますので、ミントまでお越しになった際にはぜひお手に取ってみてください。続いてのコーナーは今週のイチオシ商品をご紹介する Picks of the Week。 今回ご紹介する商品はこちら、1月11日トップス社から発売予定の2023トップス MLS クロームホビー。メッシ選手のインテルマイアミへの加入で話題沸騰となったメジャーリーグサッカーのクローム版カードが今年も登場。1ボックス20パック、1パックにカードが4枚入っている仕様。トップス商品でおなじみのデザインやフューチャースターズのインサートも封入。今回の目玉はメッシ選手のクローム版カードもさることながら、超ショートプリントのレッツゴーインサートやそれ以上の超超超ショートプリントと言われている何層にも加工されたレイヤーズインサートが登場。北アメリカが主催する2026年のワールドカップが刻一刻と迫る中、アメリカのスターたちのカードを手に入れましょう。そんな2023トップス MLS クロームホビーは1月11日から発売予定。続いてはミントから今週のニュースをお届けする週刊トピックのコーナー。1月といえばお正月、お正月といえば福袋。毎年ご好評いただいているミントの福袋、今回も気合い入ってます。プロ野球、NBA、NFL、UFC、スターウォーズにマーベルの全6種類、超絶お得な福袋になっています。通販限定のためお買い求めはミントモールまで。2024年もミントとトレカを楽しみましょう。もちろんミント直営店でもそれぞれユニークでお得な福袋も販売されるため、お正月もお近くのミント店舗までぜひお越しください。以上今週のトピックでした。続いては今週の推し。今週の推しはこの選手、ビクトル・ウェンバンヤーマー。身長224センチ、ウィングスパンはなんと243センチ、でかーい、説明不要。
フランスから NBA に道場破りに来たのがビクター・ウェンバンヤマ選手。フランスでヨーロッパのプロリーグを経験した後、2023年の NBA ドラフトでサンアントニオスパーズに堂々の全体1位で指名。身長と比べ体重と体格の軽さが懸念されましたが、2023-24 シーズンが始まってからは相手チームにとっては脅威でしかないプレーを連発。マイケル・ジョーダン、レブロン・ジェームズ、ステフィン・カリーに続き現代バスケットボールを変える存在と言われています。もちろんウェンバンヤマ選手は今年の NBA 商品にも封入されているので、どんどんウェンバンヤマ選手のカードを集めましょう。以上、今週の推しでした。続いてはゴールディンオークションニュース。ここからはミントラボ東京の私荒川がお伝えします。ゴールディンオークションズはアメリカ屈指のオークションハウスで、ミントは日本で唯一業務提携を行い、日本のお客様のお持ちのお宝を出品する出品代行業務を行っています。そんなゴールディンオークションズから最新の取引情報をご紹介します。一つ目は、1997年ポケモンプロモトレーナーカードナンバーワンからナンバースリー PSA8、 2023年12月22日約1億1000万円で落札。97年から98年にかけて行われたポケモンカードの全国大会の1位、2位、3位の選手に贈られる商品プロモのセットが1億円オーバー。約15枚程度存在すると言われてますが、何しろ25年近く前のおおらかな時代の超限定品。高グレードの鑑定品が3つ揃うということ自体が奇跡とも言えます。続いて、2007年 iPhone1 8GB、 2023年12月21日約500万円で落札。未開封の初代 iPhone1 がなんと500万円。今では多くの人が使っている iPhone が初登場したのが2007年。その後、人間のコミュニケーションの方法自体に変化をもたらす2000年代屈指の発明品となったわけですが、その記念すべき第1号商品は当時600ドルで販売されたそうです。つまり16年で58倍の価格上昇。今皆さんの身の回りにある家電製品も月日が経てばとんでもない高額になる可能性もちょっとあるかもしれませんね。ミントでは皆さんのコレクションをゴールディンオークションズに出品するための代行業務を行っています。皆さんのお家にも宝カードが眠ってるかもしれません。そんな時はミント直営店までご相談ください。以上、ミントラボ東京の荒川でした。最後はミント店舗で行われているお客様いい引きのコーナーです。今年の注目ルーキーの一人、アサー・トンプソン選手のプレゼンテーションインサートとサインカード、今年の活躍にも期待です。エポック社のジャイアンツスタジオより広沢克実選手のワンオブワンの直筆サインカードが出演。まさにレジェンダリーな一枚。サッカー日本代表のスーパースターの一人、久保選手の直筆サインカード。月の日本代表ユニフォームでの活躍が待てません。黒ジェムの古橋選手が登場。黒が古橋選手のかっこよさを際立たせています。世界のイチロー選手が NPB クロームから出現。代名詞とも言えるこのルーティンポーズのカードはぜひ持っておきたい一枚です。ミントでは店内で開封いただいたお客様のいい引きを各店舗 SNS で投稿しています。今後も皆様のミントお客様いい引きをお待ちしております。お待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。ミント公式 X やカードジャーナルでもスポーツカードの情報を発信しておりますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。次回のウィークリーミントレポートは1月16日。それでは良いお年を。